忘れ物しちゃったからちょっと待っててくださいね。よいしょ、お待たせしました。こんばんは。はい、せーの、こんばんは。キャンディーズと昭和チャンネルさん、ハトミありがとうございます。はい、こんばんは、ようこそ。これで充電が充電できているよって音がすごい大きい音した。iPhone じゃなくて iPad からつないでみたんだな。よいしょ、OK。はい、お待たせしました。こんばんは、皆さんいかがお過ごしですか。お久しぶりです。髪がこんなに伸びました。ちょっとお風呂入ったので、頭が相変わらずですが、髪をね染めまして黒くなりました。はい、もうすぐ9月になりますから秋だなと思って、はい、黒髪にしました。はい、ありがとうございます。はい、キャンディーズと昭和チャンネルさん、こんばんは、ようこそ。よっちさん、こんばんは、ようこそ。工藤さん、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。よっちさん、バラありがとう。はい、ゴンタさん、こんばんは、ようこそ。ゴンタさん、バラありがとうございます。よっちさん、雰囲気変わりました。だって、あ、本当ですか。もう髪がね、本当にただ伸びましたね。跳ねすぎて。ちょっと髪を束ねましょう。束ねるやつ持ってこよう。とりあえず紙ゴムをゲットしました。久しぶりすぎまして、元気でしたかね。こんな感じでいつもの感じになりましたかね。あ、工藤さん、聴覚障害がある、聞こえないんだね。わかりました。私は今日は話したりとか、ちょっと歌うと思います。だから、聞こえないと難しいかもしれない。見てて楽しくないかもしれないけど、大丈夫だったらぜひここにいて、見ていてください。よろしくお願いします。
では皆さん、一緒にね、久しぶりなので乾杯をしたいと思います。はい、では一緒に乾杯しましょう。今日も一日お疲れ様でした。乾杯。氷が美味しい美味しい。久しぶりに手話を使うと難しい。声と一緒に手話を使うのが難しい。では手話なしで、話したいと思います。すいません。工藤さん、また手話配信、手話ライブの時に見てください。ね、ごめんなさいねまた手話ライブする時もあると思うから、その時まで。はい、お待たせしました。そうなんです、手話やりながらね、お話しするのすっごい難しいんですよ。どっちかしかできないんです。今日は、今月今29でしょ、明日30か31日のどっちか、明日か明後日のどっちかで、納涼祭やろうと思います。あ、それだけは伝えたいな。手話はちょっと後でやるね。ちょっと待ってくださいね。明日か明後日、明日か明後日で納涼祭をやりたいなと思います。で、前にやってたやつですね。米、オリジナルのカードを、その日限定のオリジナルカードを作って、先着というか、10名様とか、のお名前をカードを、あなただけのカードを作って、そしてくじを引いて、そのくじを引いた人、5名とかがの方にそのカードとひろこの写真を添えてプレゼントっていうやつをですね、やりたいなと思います。で、それの明日は、明日か明後日のどちらかで、時間も皆さんが来られる時間どっちかを今日決めて、告知したいと思いますので、今夜いる皆さんに明日明後日どっちでやるかなどもかかっておりますので、よろしくお願いします。はい、お待たせしました。ちょっと手話通訳しちゃいますね。ちょっと待ってください。明日か明後日どっちか、明日か明後日どっちかで、わかんないな、納涼祭をしたいと思っています。内容は、お待たせしました。以上です。はい、
そうなんです。明日か明後日で、納涼祭をやりたいなと思います。はい。なので、今日明日か明後日どっちかをまた後で聞きたいなと思うんですが、あ、工藤さんありがとうございます。ありがとうございます。どっちがいいですかね。それだけです、本当に。で、じゃあ今日のギフト賞の方には、方がギフト賞の人の希望する日時でやります納涼祭を夜の何時とか昼の何時とか納涼祭何時っていうのを決めてもらう権利を今日のギフト賞の方にお委ねします。ちなみに今はキャンディーと昭和チャンネルさんとヨッチさんとヘボスケさんが今同率なので、このあたりなのか、今夜まだググッと伸びていって、その人の希望する日時で納涼祭をするという感じにしましょうかね。はい。あ、土日こんばんは、ようこそ。はい。そうなんですね。あ、よちさん、ハトミありがとうございます。ひるぼさんもこんばんは、ようこそ。なので納涼祭の日はあんまりたくさん歌えないです。おそらくギフト賞のその日の、いつもギフト賞だけどカード引いた人のリクエスト曲をやっていくので、納涼祭は 1,2 曲しか歌えないから、今日は、なるべく歌っていきたいなと思っています。みんな元気でした？何してました？私はこの年で久しぶりにこう徹夜するほど仕事に追われてました。いや、8月からまた毎日配信とかしようとしてたんですけどね、全然もうついていけないぐらい忙しかった。本当バイト募集してます、うちアルバイト募集します。そうですね、動画クリエイターとか映像に関するクリエイターの方のアルバイト募集してますので、よかったらぜひ。ありがとうございます。
お送りしたのはスモールワールド始まりの歌という曲でした。よしこんばんは、お久しぶりです。ようこそ。相変わらず美しい、ありがとう。よっちさん、伝えに行くよ今君に、歌いましょう。よしよし、ハートミーありがとう。タニチュバラありがとう。ヒルボさんバラありがとう。イラストが上手くなりたいライアンハートミーありがとう。忙しいのはいいことですね。だってそうだね、忙しいのはありがたいことです、本当にね。よっちさん、ギターとピアノどっちがいいですか？よっちよっちよっちさん、よっち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 さん、ギターとピアノどっちがいい？ギター OK。 ちょっと待って、タカさん、ハトミありがとう。わ、なんか久しぶりの面々が来てくれて嬉しいですね。もぐもぐさん、やっほー。タカさん、見えてましたよ。だって見られてましたよ、ありがとう。もぐもぐさん、ハートミーありがとう。本日のギフトショーの人が明日か明後日行われる納涼祭の、日時を決められます。ぜひ皆さんギフトを投げてこの納涼祭に参加してください。そして相変わらず、画面をダブルタップして、いいねボタンをよろしくお願いします。いいねをするとたくさんの方にのおすすめ欄にこの配信が載っていきますので。あ、年明けさん、ありがとう、ハトミーよ。ちょっと大きい声出すかね。皆さん音量気をつけてください。年明けさん、こんばんは、ようこそ。伝えに行くよ今君に。ねえ、そういえば大変なことに気づいた。反転してた。今から少し会えるかななんてちょっと言えないから、黄色のバイク飛ばしてアパート下まで行くよ。僕ら別々の場所で生まれ
しい悲しいことも全部全部今すぐ会いに行くよ。ほんの少し待っていて眠りにつく真夜中でもいいかな。こんなわがままおかしい悲しいニュースならテレビの中だけで十分でしょう。憂鬱な気の棒になんかバリバリ僕が帰ってみせるさ君がくれた愛情よりありがとうございます。お送りしたのはありがとうございます。お送りしたのはヨッチさんからのリクエストでオリジナル曲の伝えにくいま君にという曲でした。ね、画面近くない？画面近くないですか？なんか近いなと思って思いながら恥ずかしいなと思っていました。ありがとうございます。あ、よっちさんが宝箱を投げてくれたんだね。あと50秒ぐらいでした。はい、たくさんの方がギフト投げてくれててありがとうございます。はい、としあけさんのハートミーもありがとうございます。ひるぼさんバラありがとうございます。としあけさんバラありがとうございます。もぐもぐさん定期ついありがとうございます。ハートミーいただけるとすごく私嬉しい。はい、ほんとそう。ひろぼさんバラありがとうございます。あ、森のくまさんお久しぶりです。はい、ようこそ、こんばんは。ナイス宝箱ありがとうございます。ひろぼさんバラありがとうございます。キャンディーズと昭和チャンネルさん、アイスクリーム
ありがとうございます。ヨッチーさんの小さな王冠すごい嬉しかったです。ちゃんと次回はメイクして挑みますからね、ごめんなさい。ヒルボさんパチパチありがとう、ヨッシーさん、あ、森のクマさんもパチパチとありがとう。ヨッシーさん、打ち上げ花火ありがとう、はい、ダニーチューさんパチパチありがとうございます、はい、近いタップする場所がないね、コインいただきました。なんと私もコインもらいに行くぜ、ゲットするぜ。はい、よちさんコインを1枚いただきました、ありがとうございます。そうよね、近いよね、ちょっと話そうか、どうしたら、よいしょ、あんまり離れなかったちょっとうまくいく、ちょっとひろこさん、おい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 、こらこら、こんなぐらい水平保ってる、だいぶ離れた、むず、あんま変わんない、あ、全然変わんない全然変わんないじゃん。でギターの時はね、私が椅子でちょっと下がればいい。はあ、すいませんね、あの本当風呂上がりでこんな感じです。今週末ですよ、よ、あ、違う、来週、いや今週末ですね、今週末の、今週末の日曜日に、佐藤ひろ子と一緒に遊ぼうボリューム8やります。配信ライブもあるのでよかったらね、あのチケットは、佐藤ひろ子のホームページからお買い上げいただけますから、ぜひ、ライブ来られないという方は配信だけでもいいので見に来てください。よろしくお願いします、はい、このくらいかな、だって1位ではね、はい、みんなさんがヨッチーさんにコインのお礼を言ってるのすごいいいなと思いました。素敵。そうなの、だから明日か明後日の今のところをヨッチーさんがギフトショーになりするなりうると。でもまだまだあの2位も3位の方も、はい、頑張っていただいて、明日か明後日の納涼祭のあの 日付日時を決める権利をですね、今日は獲得してもらいたいなと思います。もぐもぐさん、配信はどこで、ビートクラブスタジオというあのライブハウスのライブで、ライブハウスの配信です。週末のやつだよね。そう、週末は宇都宮のビートクラブというライブハウスからライブがありまして、それが配信もやるので、ぜひねそれをご覧いただきたいんです。なんかそういう看板とか作ればいいね、お願いします、ぜひに。大好きだってヨッシー、ありがとうございます。ヨッシーもぜひライブ来てください、今週末ね、お願いします。神山美沙ちゃんと一緒にやりますのでお願いします。では次の歌を歌ってみよう。やっぱあの歌歌いたいですね、この時期はね。あの歌というと、いつも歌ってる途中であの広告が邪魔して歌詞が見えなくなったりする歌です。あ、ハトミオ、どれぞ、クラマックスさん、お、クラマックスさんも久しぶり、ようこそ、いいでいいでいいで、あとニカポ、
感情の扱いが難しいです。私があんまり触るとみんなガシャンってなっちゃうからこんな程度にしときますね。夏が好き風あざみ誰の憧れにさまよう青空に残された私の心は夏模様夢が覚め夜の中長い冬が窓を閉じて呼びかけたままで夢はつまり思い出の後先夏祭り酔いかがり胸の高鳴りに合わせて8月は夢花火私の心は夏模様長い影が夜に伸びて星屑の空へ夢はつまり思い出の後先夏が好き風あざみ誰の憧れにさまよう8月は夢花火私の心は夏模様ありがとうございます。お送りしたのは井上陽水さんのナンバーで少年時代でした。タイトルが出てこない。はい、ありがとうございます。はい、あ、たくさんの方がね盛り上がってくれて嬉しいです。ありがとうございます。はい、あ、よっちさんがいいねって多分このいいねはいいねっていう言い方じゃなくていいねだと思います。いいねでもないと思います。いいねっていう感じですよね。はい、キャンディーズと昭和チャンネルさん、バラをいっぱい送ってくれたんだ。ありがとうございます。バラいっぱい嬉しいです。はい、年明けさん、そしてひるぼさん、パチパチとありがとうございます。年明けさん、バラありがとうございます。森の熊さん、フィンガーハートありがとうございます。よっちさんが打ち上げ花火を、ね、歌の歌詞のまんまね、はい、よっちさん
ってるって。もう私あれ、私ヨッツさんって会ったことないですよね。配信だけでだよね。あのもうだいぶなんとなくね、どんな人なのかなって分かるようになってきた気がする。付き合いがなんとなく長くなってきましたかね。元気な歌とかも歌ってみます。夜なのに、夜なのに。はい、失礼しました。これ春なのにですね。あ、夏なのにですか、どっちかな。夏なのにお別れですね。ちょっと練習したい曲がある。最近さあ、ほんとちょっとギターから離れてたからちょっとさ、大切な人の大切な人。
人も友達の友達ももののみんな一緒にほら行こう。 Thank you. もうもうもうどう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 さあこの指どうまれもうもうもうどうこれからもうもうもうと一緒にもうもうもうと君の声を聞かせてよ Oh no baby もうもうもうとまだまだもうもうもうと一緒にもうもうもうとさあこの指どうまれありがとうございます。わあ、手が痛い手が痛いよありがとうございます。はい、はい、ミキさん、あ、ヒルボさん、フィンガーハートありがとうございます。ミキさん、 TikTok ありがとうございます。としあけさん、バラありがとうございます。キャンディーズと昭和チャンネルさん、ハートありがとうございます。ヘボスケさん、元気出してありがとうございます。ヘボスケさんも元気出して、はい。ダニチュー、さん、フィンガーハートありがとう。はい、キャンディーズと昭和チャンネルさん、ヒューヒューとパチパチをいただきましてありがとうございます。はい、としあけさん、パチパチありがとうございます。ヒルボさん、ハートミーありがとうございます。お、もっちさん、初見です。美しい歌声だったんでフォローしちゃいました。嬉しい、ありがとうございます。はい、ひろぼさん、かっこいいだって、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。ダニチョさん、わーい、かっこいいだって、ありがとうございます。はい、ひろぼさん、フィンガーハートありがとうございます。はい、こっちさん、こんばんは、ようこそ。はい、バラありがとうございます。としあけさん、バラありがとうございます。ヒルボさん、パチパチありがとうございます。はい、こっちさん、遅くなりましたって、全然いいですよ。はい、としあけさん、いい曲ですねだって、嬉しい、ありがとうございます。もう手はめっちゃ痛いです。もうちょっと釣りそうになってましたね。ちょっとしばらく毎日この曲は行って、あの課題曲でやりましょう。ちょっと筋力が衰えています、著しくね。明るい曲がやっぱ夏はいいですよねハッピーでいいですよね。みんながもうちょっと離れたらいいなと思うんだ。分かんないか。バラードをアップテンポで歌ってみようのコーナーあの、や、初めての試みです。あの、特にリクエストがないと自由になっちゃう私ですから。あの、よくね、アップテンポの曲をバラードにして歌うってあると思うんですよ。
で逆にバラードをアップテンポにしたらどうなるのかっていうのをちょっと試してみたいなと思います。やったことないんです突然のコーナーです、はい、森の熊さん、そうなんです、突然の。皆さんによく聞いていただいてるバラードったらなんだろうな、めっちゃハッピーになるかもしれない。歌詞すごいハッピーなバラード曲なんかなかったかな。アップテンポっていうかちょっとこうリズムがこう結構ある感じのさ、メロディーね、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、目がかゆい、思った以上に目をかいてやったぜ、みんなが思ってる以上に目をかいてやったぜ。あ、すいません。結構ね、あの夜の配信は皆さんが眠くならな、皆さんがあの夜眠れなくなっちゃったらかわいそうだから、結構静かにねお利口にしてるんですよ。変なこともしないし言わないし。メロディーをアップテンポは、まあ、やったことないですね、もちろん。待って、一回キーだけ確認させて。アップテンポだったらピアノはまずないんですよ。あのピアノ少しシャッフル気味になるかな。ちょっと待って、待って、ちょっと待ってなさいな。あまり低いとバラードになっちゃうから、ちょっとキーも上げたいわけですよ。ああ、もうちょっと。あんなにも好きだっただよね。君がいたこの。シャッフル？本当？ごめん。あんなにも好きだった君がいたこの街に、いつ今もまだ大好きなあの歌は聞こえてる。いつも優しくて少し寂しくて、あの頃は何もなくてそれだって楽しくやったよ。メロディー泣きながら僕たちは幸せを見つめてたよ。シャッフル気味のメロディーだったらこんな感じだね。これでハマるかな。あんなにも好きだった君がいたこの街に、今もまだ、あ、もうこのあのメロディーを忘れろ、メロディーをメロディーで忘れろ。あ、でもさっきのシャッフルとちょっと近くなっちゃうか。あんなにもつったかつったらつっただとかだとさ、テンポ80とかぐらい、もうちょいいってるか、100くらい、100はいってないよね。もうちょっとアップな感じのさ、あんなにも好きだった君がいたこの街に、今もまた大好きなあの歌は聞こえてるよ。いつも優しくて少し寂しくて、あの頃は何もなくてそれだって楽しくやったよ。メロディー泣きながら、ここはなんか伸ば
ばしたい毎回。僕たちは幸せを見つめてたよ。懐かしいこの店の隅っこに置いてある寄せ書きの端の方、君と書いたピースマーク、みんな集まって泣いて笑ってたね。あの頃は何もなくてそれだって楽しくやったよ。メロディーいつの間に大切なものなくした。あの頃は何もなくてそれだって楽しくやったよ。メロディー泣きながら遠い空流されても君のことを忘れないよ。いつだって楽しくやったよ。メロディー泣かないで、あの歌は心から聞こえてるよ。全然もう違う曲になったけど、やっぱりこのメロディーが持つメロディーの切なさみたいな、儚さみたいなのは残るね、残りますね。でもやっぱさっきのコッチーさんが言ってくれたシャッフルバージョンぐらいがいいかもしれないですね。あんまりね、アップテンポはなかなか難しかったです。16のイメージのさ、失礼しました。ありがとうございます。もう一曲くらい皆さんがよく知ってるバラード曲をアップテンポにしてみようシリーズのコーナーやりたいところです。もう一曲くらいやりたいですね。なんかありますかね。少年時代やればやった。少年時代一回言ってていい？今日歌っちゃいましたね普通の方。夏が過ぎですよ原曲ねそう森の熊さんコーナーです。はい、あのアップテンポの曲をバラードにしようのコーナーは結構皆さんやってるんですけど、バラード曲をアップテンポにしようのコーナーはなかなかないかなと思います。あ、なんか今気づきましたけど、いいねの数いっぱい、あの今日もたくさんいいねを押してくれてありがとうございます。嬉しいです。夏が好き風あざみ、誰の憧れにさまよう、青空に残された私の心は夏模様。ではこれをアップテンポにちょっとなんかしてみますか。アップテンポとか、まあ、リズムをちょっともうちょっとね、こんぐらいとかどうですか。あ、でもこれだったら結構普通か。夏が過ぎ風あざみ、誰の憧れにさまよう、青空に残された私の心は夏模様。夢が覚め夜の中、長い冬が窓を閉じて夜
たままで夢はつまり思い出の後先夏祭り酔いかがり胸の高鳴りに合わせて8月は夢花火私の心は夏模様こんな感じでいかがでしょうか、はい、ありがとうございます。アップテンポを間違えてた、バラードをアップテンポにしてみようのコーナーでした。お付き合いいただいてありがとうございました。それでは Tonight is last song です。すいませんね、自由気まま、気まぐれ気まま、気の実気のまま、気の実ななで本当に申し訳ありませんでしたね。木の実木のまま木の実ななでん結果木の実なななんじゃねえのっていうやつです木の実木のまま木の実なな木の実なな な, 木の実ななですね。本当にありがとうございました。わかる人にはわかる、はい、では、Tonight is the last song、ではなんじゃそりゃ、コッチーさん使っていいよなんじゃそりゃ、CD とかにはなってないハッピーかわいいソングをラストに歌って終わりにしようかな。もちろんこの後あの本日のギフト賞を発表いたしますのでね、もうちょっとお待ちください。あ、これもこんな感じだな。こんにちは、はじめまして、君がいた二人が初めて交わし合った言葉、二人だけで行ったランチ覚えている、いつも通り話せなくて言葉に詰まっていた、私には大切な宝物なんだよ、たった一つ、たった一つ、ピカピカな笑顔で私ときめかせたから、お願いだからぎゅっと捨てて、きつく
送りしたのは大好きという曲でした。はい、それでは、ラストになりましたので、本日のギフト賞の方を発表したいと思います。まあ、ギフト賞とは言わず、トップ3の方をご紹介したいなと思います。はい、今日もたくさんのギフトを投げてくれてありがとうございました。皆さんからいただいたギフトは、投稿の宣伝のをするときに、広告をつけるときに、皆さんのギフトを 100% 使わせていただいております。いただきます。たくさんのギフトありがとうございます。それでは今日ギフトを投げてくれた皆さんご紹介していきます。ヒデさん、ありがとうございます。クラマックスさん、ありがとうございます。コッチーさん、ありがとうございます。もぐもぐさん、ありがとうございます。森のくまさん、ありがとうございます。へぼすけさん、ありがとうございます。そしてここからはトップ3の方の発表です。第3位はドゥルル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 ドゥンドゥドゥン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 チーン、キャンディーズと昭和チャンネルさん、ありがとうございます。はい、今夜のギフト賞は1名、トップギフト賞はキャンディーズと昭和チャンネルさんです。ギフト賞に輝いたキャンディーズと昭和チャンネルさんはなんと、何かを発表するときにちょっと個性的な音階でリズムで皆さんを盛り上げようとする私です。明日か明後日の行われる納涼祭の日時を決める権利をプレゼント。急だとあんまり浮かばないですね。こうなんかテロリルリロとかできないですね。ニョンとか、はい、ありがとうございました。さあ、ということなので、はい、お、少しシャフ、あ、すごいいいねとかって、 ありがとうございます。はい、ヒデさん、バラありがとうございます。はい、コチーさん、パチパチと、ヨッシー、まあ、まだいてよかった、よかった、ありがとうございます。ヒデさん、香水ありがとうございます。こぐみさん、ニョン、ありがとうございます。はい、キャンディーズと昭和チャンネルさん、ありがとうございました。ということで、月末のね、月末に毎月やれたらいいなと思ってるんです。で、明日か明後日は栃木にもいることできそうなので、どっちでも大丈夫だなと思ってはいます。納涼祭の内容はまたですね、その日限定のカードも作ったって、今お見せしてもいいぐらいなんだけど、明日見た方がいいよ、明日か明後日見た方がいいですよね。そう、納涼祭用のカードを作ったので、それをそこに先着でどうかな10名とか20名いかないぐらいだと思うんですよね。いつもその方のお名前をこう書いて、皆さんね、スクショとかできるようにしますけど、で、ちょっとそういうイベントをね、行いたいと思いますので、それの日時を決める権利をプレゼントします。キャンディーズと昭和チャンネルさんね、何時がいいですか？明日か明後日、時間何時でも大丈夫です。一番都合のいいお時間教えてください。明後日31日ですね。 OK しました。8月31日の何時にします？
21時です。OK しました。では、次回のライブ配信はあさって31日納涼祭になります。夜9時からなりましたので、ぜひ皆さん遊びにいらしてくださいね。今日は本当たくさんいいねを押してくれてありがとうございました。あさっての納涼祭はいっぱい盛り上がるといいなと思っています。ぜひご参加ください。よろしくお願いします。多分ね、内容も 1時間ぐらいしかできないとは思うんだけど、そしてたった一人のためだけに歌います。明後日はたった一人のために歌うので、その方もね、誰になるのかを楽しみにというところで、ぜひこのライブもシェアその時してくれるといいなと思います。あ、22時消灯の方がいるのでつって、ありがとうございます。 OK しました。では明後日31日夜9時にお会いしましょう。絶対よっちさん寝てるべ寝落ちたべよっちさん寝落ちたべ、絶対こっちさん了解です。だってよっちさんいるけどコメントないもん。あ、ひでさんバラありがとうございます。そんなわけでそろそろ終わりにしたいと思います。ではまた明後日ゆっくりお休みになって、明後日元気にお会いしましょう。はい、コジーさんもありがとうございました。それではまたね、キャンディーズ昭和チャンネルさん決めてくれてありがとう。また明後日会いましょうね。じゃあ、おやすみなさい。バイバイ。